お父さんです。スカラベの嘘。現在の目標者、タハルカの家で合流っていうことですね。タハルカの家で合流すると、タハルカに騙されて、砂漠に埋められてしまうっていうことになるんですね。その時に、バイクさんは装備品を全部取られて、まあ、助けてもらう時に馬に引っ張ってもらうんですけど、長押しで馬を呼んで助けてもらおう。そんなん言われなきゃわかんねえよ。絶対セヌだと思うじゃん。だってさっき、ねよし、いい子だ。え。馬、ご主人、どうしたんですかって。ご主人、どこですかって。セヌじゃないの。現時点での装備は馬だから、多分その時、まあ以前通った時は馬だったんで、馬が来てくれたかと思うんですけど、これ戦車にしてたら戦車が助けに来るのかなって、ちょっとやってみようと思います。ねえ、なんかこう戦車だったら、なんかちょっとねえ、バイクさん引かれかねないので、あの感じだと。ちなみに、こう、何が反映されるのかっていうことで、バイクさんのこの、ひげ生やしておきます。ひげバイクにします。髪も生やしておきます。これで反映されるのは何かなっていう感じですね。以前は坊主だったはずですね。来て、父さんが夕食を一緒に行って。麺。ごめんごめん、俺今ね、父見てたんよ。父なかったけど、夕食食うわ。無事で見ね、つけてよかった、マハレト。こんなそう感ね、じで、神々のお導きよ。ハゲワシとハイアナを見たよ。あとたくさんの砂。全然裏切られる感じしないんですけど、このタハル人カ生まナでスも埋カラめらベれるんでだ。だから助けを裏必切ら要れとてししてまるいます。蜂蜜漬け、夏目ヤシオ、それと、もうバイあク。か、あくせ、あくせ、あくせ。うわ、これ、タハルカの、ごめん、うんこや。騙したな、怖いよ、死んじゃう。なんで騙した大んっ丈夫。て。大丈夫じゃない。ああ。ええんや、俺は、戦車が助けに来るって知ってるから。で、今、ムービー見た感じだと、ひげ面と頭の髪の毛は反映されてたので、反映するかな。れ？ハゲになっちゃった。なんで？なぜだ？なぜハゲになってしまったのだ？お前がすべてあれ？仕組んだんクだ。ソ、なんでハゲなんや。お前が。で、この後何もできないんですよ、この後。セヌを呼ぶか、馬を呼ぶかしかできないんですね。セヌ。あや。みんなどこにいるんだ。俺の神どこ行ったんや。髪なくなったら絶対馬来このるじゃん、道こはれ。暗い。そうか、髪の毛すら反映してくれなかったわ。とりあえず、じゃあ馬を呼んでみようと思いますね。これ、じゃあ、こう、馬だろ。誰？おにぎりくん？まあ、馬だ、隠れし者かな。まあ多分馬だろうが、ラクダに乗ってようが、戦車に乗って、まあ乗ってだろうが、まあ変なの来るんだろうな。馬呼ぶかじゃあ。いや、何来るか分かんねえよ、まだ。いけ！あ、やっぱ馬来るんや。ラクダに乗ってようが、ラクダ装備してようが、絶対よこし、の馬来るんだな、多分。いい子だ。どこの馬ですか、じゃあ。これ全然、じゃバイクさんと関係のない馬が救出に来たってことですよね。
いでーってこの馬なんでバイクさんの口笛に反応してくるの。この馬よその馬ですよこれ。髪の毛もどこ行ったんや畜生。装備品も金も取られた。さてどうする。髪の毛も取られたよ多分。急がないと風で痕跡が消える。じゃあパンチはできるな。現在は利用できない。まあそういうことなんですよね。でちょっと本来だったら装備品をここで回収してからスカラベに挑むのが本当なんですけど、俺ちょっとスカラベのところに装備品を回収しない状態で行ってみますね。そしたらいるのかということですね。よし行くぞ。あれ戦車は来るんや。あなるほどなるほど、戦車は来た。えちょっと待って、この馬はじゃあ助けてくれるためだけに来てくれたんか。ちょっと考えますよね、あっちに乗るかこっちに乗るか。ちょっとこっち乗るわ。待って変な、何これ、肝誰これ。おにぎりくんに好かれてしまったぜ。タハルカいるのかな。あ、いけねえ、いけねえのか。遠くまで来すぎた。暑さで頭がうるせえ遠くまで来すぎた。スカラベを狩る前に武器を見つけなければ。暑さで頭が、頭涼しいでしょ。遠くまで来すぎた。暑さで頭が遠くまで来すぎた。スカラベを狩る前に武器を見つけなければ。暑さで頭が遠くまで来すぎた。スカラベを狩る前に武器を見つけなければ。暑さで頭が、あ、シンクロ解除かダメだ。ちょっと連れて行ってもらえるかなと思ったんですけど。おなんだこれ暑さのせいか。じゃあね、道具と髪の毛回収しよう。ひげもな。テイクダウンぐらい取れんじゃない。あ、テイクダウンはいけるか。いやいや待って、アサシンブレードは持ってんだ。じゃあタハルカ倒せるわこれ。畜生、装備回収すんの。この人の服装より俺のが涼しそうだけどね。じゃあね、いでよ髪。髪あるかな。影の中にいるべきだった。髪とひげあるかな。入る入る入るかな。あ、なるほどね、生えましたね。まあ、とりあえず僕が装備とか何もちょして触ってないんですけど、髪とひげは生えてきましたね。死体散布剤、毒切りでも使ってみようかな。こう死体に毒切り、毒を発生させられるんですよね。これでタハルカやろうかな。毒を発生させた後は、あ、拾ったりできんのか。これ強くね？この技強くねえじゃん。こう、霧を一体に発生させて動き回ったら、敵ひとたまりもないんじゃないこれ。あ、行こう。じゃあ、毒ガス王子で暗殺するわ。
どけます。よし、なめんなよ。よし、これ毒ガス攻撃やろう。え、強いんじゃねえかな。気をつけ、覚悟しろお前ら。敵陣に特攻する。黒い、くっ、いけ毒ガス、いけ。ほらほら、みんな苦しんでる苦しんでる。必殺毒ガス王子、くらえ。あ、これなんかすごい。ダメかダメか、毒ガス王子攻撃どう。地味に食らってない。立ち悪いこいつ。いや、危ねえだろこれ。毒ガス王子攻撃や。ほらほら、効いてる効いてる。何この核兵器ばりの。やべ、まあまあまあ、弱点としてはバイクさんが丸見えっていうところですね。